おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。 EV メーカーの再値下げでテスラ株が 5% 暴落。テスラ新ソフトウェアアップデートでインターフェースが大幅に変更に。イーロン・マスクとテスラまたもや衝撃的な動きを見せる。テスラ株チャートは明確なメッセージを送っている。テスラ年次株主総会の舞台を整える。そして最後に今日投資家がテスラ株を下げた理由、こちらのラインナップで今日はお届けしていきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 184.56 ドルとなっております。今朝は取引の最初に 176.11 ドルまで下落しましたが、今は先週末の値ぐらいまで戻しています。はい、ではですね、まず最初に EV メーカーの再値下げでテスラ株が 5% 暴落、こちらの記事を紹介したいと思います。記事の内容としては3つポイントがあります。電気自動車のさらなる値下げに関するニュースを受け、テスラの株価は月曜日に 5% も下落しました。そして同社はまたメガパック電池を製造する上海の新工場を立ち上げると発表しました。最後に EV メーカーは週末に車両価格を5000ドルも引き下げると発表しました。主な内容はこの3つです。この記事の要点は3つです。僕の YouTube でも先日お伝えしましたが、テスラの車両価格を再度値下げしました。その結果として株価が 5% 下落しました。これが今朝の株価の最初に 176.11 ドルまで下がったことに関係していると思います。そして昨日の YouTube でも紹介しましたが、テスラの上海工場を立ち上げると発表がありました。では続きまして、テスラ新ソフトウェアアップデートでインターフェースが大幅に変更に、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラはユーザーインターフェースの調整と新機能を多数含むソフトウェアアップデートバージョン 2023.12 のリリースを準備していると報じられています。テスラスコープが発見したこのアップデートはテスラの従業員の車にプッシュされており、コントロールや設定にアクセスするための新しい検索機能、2つのテキストサイズから選択できる新しいオプション、マップアプリ内のポイントオブインタレストセクション、電話の管理用インターフェースの更新を特徴とすると見られています。またこのアップデートでは細かいパフォーマンスの改善、より多くの地域でのズームミーティングの搭載、テスラの音声認識システムの拡張が行われ、イギリス英語に対応するようになります。これは朗報ですね。テスラのアップデート情報です。とうとうズームが日本でも搭載されるかどうかですね。ツイッターでの情報ですが、今アップデートが行われつつあって、 Apple Music が今回のアップデートで搭載するというのを見かけました。僕のテスラはまだアップデートの通知が来ていないですが、新しいアップデートに関してズームが搭載される可能性があるということですね。こちらに関してはまた最後のまとめのところで話したいと思います。はい、では次にですね、イーロン・マスクとテスラまたもや衝撃的な動きを見せる、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは米国で今年5回目となる自動車の値下げを実施しました。今回の値下げはテスラの乗用車4モデル全てに影響し、エントリーモデルのセダン、モデル3と SUV モデル Y で1000ドルから2000ドルの幅があります。ベースとなるモデル3の価格は6日の低下から1000ドル下がり 41,990 ドルとなりました。
モデル3は1月以降累積で5000ドル 11% の値下げを記録しています。価格の下落は高級セダンモデル S と高級 SUV モデル X にも影響し、4月6日と比較して5000ドル値下がりしています。ただし年初からの下落幅は2万ドルから3万4000ドルとなっています。この動きは米国がインフレ抑制法に基づきクリーンカーに付与される7500ドルの連邦税額控除を制限することを決定しているタイミングのことです。先日の YouTube でも紹介しましたが、テスラの値下げです。具体的な数字が出ていたので紹介しました。では次にですね、テスラ株チャートは明確なメッセージを送っている、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラ株は2023年年明けから 100% 以上の上昇を見せ絶好調です。しかしこの数週間、株価は200日 EMA で強い抵抗を受けています。にもかかわらずテスラはまだ200週 EMA の上にあり、収束チャートでは強い上昇トレンドにあります。こちらはチャート分析の結果ですね。この記事では上昇トレンドにあるけど200日 EMA で抵抗を受けているという内容です。はい、では次はテスラ年次株主総会の舞台を整える、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは年次株主総会において共同創業者の J.B. シュトラウベルの取締役への指名を含む5つの投票項目を提案しています。2019年に最高技術責任者を退任したシュトラウベル氏は、同社のバッテリー技術やセダンモデル3の開発で知られ、過去数年間は共同設立したバッテリーリサイクル企業レッドウッドマテリアルズで過ごしています。また提案書にはイーロン・マスク CEO への依存が懸念を呼んでいる同社からキーパーソンリスクレポートの作成を求める投資家決議が一件含まれています。テスラの年次株主総会についての内容が出てきました。今後また情報が出てくると思います。出てきたらまた紹介します。はい、では最後にですね、今日投資家がテスラ株を下げた理由、こちらの記事を紹介したいと思います。同社が電気自動車のさらなる値下げを発表したことで、テスラの株価は月曜日の午前中の取引で 5% も下落しました。投資家は値下げが需要の減退を反映している可能性があり、同社の利益率が低下する可能性があると懸念しています。しかしテスラは中国上海の新工場でメガパック蓄電池事業を拡大する計画も発表し、年間1万個のメガパックを生産し、合計で約40ギガワット時の電気を蓄えることを目指すとしました。この動きは持続可能なエネルギー源の利用拡大に向けた世界の動きを支援するというテスラの目標の一部です。同社が19日に発表する第一四半期報告書が株価の好材料となる可能性があります。今朝の最初の記事と似ていますが、19日に第一四半期の報告書が発表されることと上海工場の開設が株価の好材料になる可能性があるということですね。はい、ということで今回は内容としては値下げにより株価が下落した、また上海工場の開設が株価にとって好材料になる可能性があるという内容です。テスラ株をされている方は19日の第一四半期の報告書の発表と年次株主総会が次の大きなイベントになるかなと思います。さて先日ですが、家族で旅行した際に YouTube の撮影などを車で行いました。充電をしながら車内で仕事という感じです。今朝のニュースでもありましたが、 Zoom が搭載されるとなると一層車内で仕事をする人も増える可能性もあると思います。となると車内で仕事が快適にできるようなデスクとか今後売れる可能性があるなと思っています。社内で仕事ができる環境があると重宝する人もいると思いますので、 Zoom の搭載は嬉しい人もいると思います。僕も Zoom は割と使うのでアップデートを楽しみにしています。はい、僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。
また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラやいろいろな最新技術についていろいろと情報交換しています。基本的なテーマとしては未来は明るいというのがあります。そのテーマに関していろいろと情報交換しています。ぜひ今後の最新技術とか新しいもの、そういったのが好きな方はですね、一緒に情報交換していきましょう。参加方法ですけれども、参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、さて今週のスペースですけれども、木曜日にオフ会もあるので、今週は水曜日の朝だけ行う予定です。いやでもですね、僕としてはズームが社内で使えるようになると嬉しいですね。車の中でどれだけズームを使うのかと言われると、なかなかないかもしれませんけれども、いざという時にズームで使えるっていうのは便利だなと思いました。あと気になるのがズームが使えるということですけれども、運転中にも使えるかどうかですね。運転中には使えないんじゃないかなとちょっと思っていますけれども、その辺も今少し気になっています。あとはこの間車の中で YouTube を撮影した時に、やっぱり車の中で仕事ができるような机ですね、机も実際に販売されていますけれども、他になんかもっといい机がないかなとも今思いながら、あればそれを実際に自分で試してもいいかなと今は思っています。はい、社内で仕事、こういったこともですね、テスラだったら可能なので、僕も社内で快適に仕事ができるようなそんなアクセサリーなどもね、今後購入し YouTube で紹介できたらと思っています。はい、ではですね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。